リンクさん。オユアマックス。じゃあどうせ。私が神だ。シャレなんか。はっ。あ、落ち着きなさいちょっと。ナイス、じゃあまず先手を打った僕から、うん、校長から、はい、校長エッセイ王作品を通じて学んだことはありますか、かっこ教師のみ回答ください。なんかすごいいいやつを一番最初に松岡さんが聞きましたね。一番最後でもいいぐらいの、うん、いい質問、うんうんね、先生方どうなんですか。じゃあ校長からじゃあぜひ、ね、まあやっぱり愛って大事なんだなって僕は学びましたね。鼻目でしたでも一応いい話してる。すごくそうなんですけど、すごくいい話してる。そうですね、やっぱ詳しく聞きたいですね、それ、それについて、まあ、愛ってどうですか、まあ、愛っていろんな様々な形があるじゃないですか。ありますね、まあ、その中でもやっぱりあのこうソードアートの仲間って、うん、まあ僕の中ではあの絆と書いて愛って読みたいんですよね。おお、どこ見てるんですか。わかります、わかります。ずっと斜め遠いところを見ている、うん、オンラインの世界。ああオンラインに入っちゃってる、今オンライン中。愛が見えてるんですかね、あの方角に。しゃべって、やばいやばい、まあ、まあ締め的にこう愛は、ああ愛と書いて絆、だいぶログアウトしてるよ。絆と書いて愛、絆そうですね、まあ、校長がおっしゃってくれましたけれども、うんうん、私はじゃあ絆と書いて愛と読む、愛と書いて絆と読む、うん、逆にね、そうそう、ね、それもありますよね、ええ、ちょっと大丈夫かな。先生たちどうしよう、どうしよう、今までのこう、そうそう、をこう作品を振り返っておられるの、うん、そうですよ、そうまとめように生徒にフォローしてもらってますけどでもやっぱり松岡さんは特にですね、はい、やっぱりいろんな思いがあるんですよね、はい、まあ、1期2期もそうですけど、はい、劇場版で舞台挨拶でもすごいんですから、校長いろんなところに飛び回って、うん、人間国宝へのインタビューみたいになってるから大丈夫、文学賞も行ったんだよね。そうです、そうこれ誘導尋問の地方とか海外に行ったりとか、おおすごい、でいろいろお話しして通訳の方みたいで、でゲームでもね、いっぱい喋ってね、いい思い出でした。死んじゃうのかな、大丈夫かな。なんか飛び交ってるの全部日本語なのに同時通訳みたいにやってくれるから、なんか不思議な空間、うん、でもなんかね、いろいろ出てきますよね、思いがね、溢れてくるね、うん、でも思いが多いほどこう言葉はシンプルになりますもんね。いいこと言った、いいぞ、うまいな、持ちましたね、さすがです。よし、じゃあ次行こう、行きますよ、行きますよ。お願いします。今作の展開には重大な犠牲が生まれます、うん、何かを犠牲にした経験はありますか。犠牲にした経験、犠牲、犠牲、これ難しいですね。ちょっと急に大きい話になりますね。今まで何を犠牲にしてきたか、でもなんか思い当たりそうな校長先生が、ね、ああなんかすごい息出た。ありますか、校長。まあ我々が常に犠牲を払ってるのは時間ですよね、はい、時間、その心は、その心、その心はなんでそんなこと言うの逃がさねえぞって今坂森さんが逃がさねえぞって、録音してた、録音してた、その心は、うん、ごめん、その心はごめん校長、頑張って校長、時間を犠牲にした、その心は、そう、時間を犠牲にしたということの真意というか、人生、人生、さくらさん、人生って何ですかね。心は人生、人生を犠牲に、人生は人生を犠牲に、進んでいくごとに時間っていう対価を払ってるんですよ、はい、ああなるほど、はい、ね、はい、うん、だこれは、うんうん、お亡くなりになるまで続くことなんですよ、はい、常に、はい、常に、だから一生懸命生きていこう、そうしよう、時間を犠牲にして、うん、人は成長していく、そうです、それだ、
ちょっと、上だって、上で刺さってないでしょ適当に言ってます、この辺。はい、次私が神です。咲き出した4月の鼓動には別れずに、いつしか時はまたそっと動き出した。